ヘレーネー・メクレンブルクは、ドイツのメクレンブルクシュトレーリッツ大公家の一員で、ロシアの貴族女性。ザクセンアルテンブルク公使、アルベルトの2番目の妻。ロシア語名は、エレナ・ゲオルゲーブナ・メクレンブルクスカヤ。ドイツ語全名は、ヘレーネ・マリー・アレクサンドラ・エリーザベト・アウグステ・カロリーネ。メクレンブルクシュトレーリッツ大公、ゲオルクの次男・ゲオルク・アウグストとその妻で、ロシア大公。 ミハイル・パブロビチの娘であるエカチェリーナ・ミハイロブナの間の第二子、長女として生まれた。両親が抗議のロシア提出の一員となっていたため、ヘレーネもペテルブルクのミハイロフスキー宮殿で育った。非常に裕福な女子相続人として知られ、財産のないバッテンベルク家の講子、アレクサンダー・ヨーゼフとの縁談もあったが、実現に至らなかった。 1891年12月13日に、デンプーリンにおいて、ザクセン・アルテンブルク家の講子アルベルトと結婚した。アルベルトは死別した、最初の妻のプロイセン王女マリーとの間に二人の娘がおり、この結婚は再婚であった。ヘレーネと夫との間に子供は生まれなかった。結婚後は、ベルリンやシュベリーンで暮らした。1902年に、夫と死別すると、ロシアに戻り、 母方の祖母、エレナ・パブロブナ大公費の創設したロシア音楽協会の総裁などを務めた。1919年にロシア内戦でボリシェビキが政権を掌握するとヘレーネは家族と共にロシアを出国しドイツのレンプリンの所領で寄せを送った。ありがとうございます。